ミュージック。皆さんこんばんは。ニュージミュージック司会の大貫健翔です。金智子です。はい、僕はですね、季節感のない、この間どうもやりますけど、はい、じゃないですね、もう違和感だらけですね。しかし僕はですね、青春してますから。ロッカーはですね、もう薄着です、いつも。というわけで、はい、そろそろ行きたいと思いますけども、はい、今日は何でしょう。今日は戸川純さんのライブをお送りします。はい、それからですね、白井孝子さんのですね、映画なんかもね、ご覧いただけるんじゃないかと思います。じゃあ最後までごゆっくりどうぞ。この番組は音楽を愛する新興ミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、今日は戸川純さんのライブに訪ねています。どうもこんにちは。こんにちは。まずこの最近の近況みたいな感じで半年間ぐらいいろいろ活動を控えてらっしゃったみたいなんですけど、その間どういうことなさってました？この間出ました LP の構想を練っていました。具体的に、はい、作詞をしたり、ミュージシャンの人に曲書いてよとか頼んだりあとアレンジャーの人にここはどういう風にしてねとか、そういうことをこう、そういう作業って好きですか？そうですね、好きですね。なんか人
一つのアルバムを作るという目的に向かって、なんかちょっとドキドキする感じがあって好きですよ。あ、本当に。で今回のその、好き好き大好きのことなんですけれども、はい、一応テーマが恋愛に関してみたいになってるんですけれども、はい、その辺のどんな恋愛なのかみたいなことについてちょっと聞かせてください。まああらゆるパターンなんですけどね、恋愛ので、大元のテーマというのは恋愛におけるエロチズムとかロマンチズムのようなものですね、うん、だからそこには、うん、可愛らしい女の子と可愛らしい恋愛だったり、うん、もう四十過ぎの、うん、こう嫉妬の渦とか、うん、愛憎の渦が渦巻くようなものとかも、うん、あったりもするんですけど、うんうん、今日はどうも本当にありがとうございました。今日のライブ非常に楽しみにしてますので頑張ってください。はい、頑張ります。
いけない。幽霊になって戻ってくればあなたの名前を呼ぶために私はもう